どうも、お疲れサンタです。ネッククーラーのカバー作るよ。ネックって何？セリアの手ぬぐいでネッククーラーのカバーを作りました。出入り口があって、反対側にはゴムがついています。こんな感じに入れます。端を合わせて引っ張って中心を決めます。内側に縫い目が来るように調整します。装着したら片方の端を輪ゴムの中に入れます。こんな感じ。ゴムを通さないで結んでも可愛いです。よかったら参考にしてください。材料です。セリアの手ぬぐい風タオル、ネッククーラーとゴムです。セリアの手ぬぐい風タオルはとても柔らかくておすすめです。こちらの縫い代が1センチぐらいあるのが柔らかくてとても良いです。半分にカットします。裏にして切り口を三つ折りにします。アイロンで線をつけると良いです。1センチ折ってまた1センチ折ります。ざーっと縫います。縫えました。中表に半分に折ります。端から17センチに印をつけます。ゴムを半分に折って輪を下にして中に仕込みます。反対側の端に印をつけます。10センチ間隔で印をつけます。ここは返し口になります。返し口を開けて縫い代1センチぐらいで縫います。三つ折りの部分を避ける感じです。返し縫いします。ゴムの部分も返し縫いをします。返し口を開けて縫えました。端を三角にします。縫い代を開いてアイロンを当てます。縫い目と中心を合わせます。輪を開いて待ち針で留めておきます。
アイロンで押さえます。この時全体にアイロンで整えておくと良いです。端の厚いところをカットします。1センチと5センチに線を引きます。カーブをつけます。私はセリアの定規を使っています。頂点から左右対称に好きなカーブを描きます。カーブは CD でも同じように引けます。縫います。厚くなるのがちょっと気になるので、最初と最後は返し縫いせず糸を長く出しておきました。あ、でもこれはお好みでいいです。糸端を結んでカットします。両端できました。縫ったところから5ミリぐらいでカットします。縫った線の上を折っておきます。こうすると仕上がりがちょっときれいになります。返し口からひっくり返します。ひっくり返りました。角をきれいに整えます。アイロンを当てます。返し口のある方は少し引っ張ると良いです。全体にアイロンをかけて仕上げます。ではネッククーラーを入れてみます。端と端を合わせて振ってみるとリングが真ん中になります。装着したらゴムの中に片方の端を入れます。これで完成です。暑い夏を気をつけてお過ごしくださいね。